国際信頼者会社。国際信頼者会社は1872年にベルギーで実業家ジョルジュ・ナゲル・マケールスによって設立され、ヨーロッパ全域で活動していた鉄道事業者である。独自の路線や機関車は持たず、豪華な信頼者や食堂車を中心としたオリエント急行をはじめとする国際列車を主に運行していた。2007年現在は、 定期列車の運行からは撤退し、主に車内サービスを行う企業として、フランス、オーストリア、イタリア、スペイン、ポルトガル、イギリスの6カ国で活動している。本社は、フランスのパリに置かれている。頭文字の、チャルでも知られる。また、ドイツ語圏では、イスグ、と呼ばれた。日本語では、ワゴンリシャ、ワゴンリーシャとも呼ばれる。ワゴンリ社の設立当時、 ヨーロッパの鉄道の整備は国ごとにバラバラに行われており、一つの国の中でも多数の鉄道会社が独自の路線網を築いている状態だった。このため長距離を走る列車は少なく、寝台車は連結されていなかった。また食堂車も連結されず、食事時には途中下車して駅近くのレストランで食事を取るのが常だった。一方アメリカ合衆国の鉄道は長距離輸送が、 主体であり、プルマン社製の寝台車が運行されていた。ナゲルマケールスは1867年から1869年にかけてアメリカを旅行した経験から、すべて寝台車からなる長距離列車の着想を得た。ただし、彼はアメリカで一般的な開放式寝台ではなく、ヨーロッパ人の好みに合うコンパートメント式の寝台車を採用した。 また独自の路線を持たず、他の鉄道会社の線路、機関車を使用し、信頼車の運行のみを行うという、事業方式も考案した。ヨーロッパへ帰った後、ナゲルマケールスは1870年に、大陸の鉄道への信頼車の導入計画と題した、小冊子を刊行し、ヨーロッパ各地の鉄道事業者との交渉に入った。不屈戦争の勃発による遅れはあったものの、 ロンドン在住のアメリカ人富豪ウィリアム・ダルトンマンの出資を得て、1872年10月1日、ワゴン利社はリエージュで設立された。最初の列車は1872年10月22日にオーステンでベルリン間で運行を開始した。1873年1月4日には、ワゴン利社はマンロ・マンブドアール信頼車会社に買収され、 ナゲルマケールスの準備していた列車の多くは、マン社の下で運行を終ることとなった。しかし1875年頃になると、プルマン社がヨーロッパの寝台列車事業へ本格的に参入し始め、マンはヨーロッパからの撤退を決意した。ナゲルマケールスは1876年12月4日に、ブルッセルでワゴン列車を再建し、マン社の車両を買い取り、その運行していた列車も引き継いだ。 新会社には、ベルギー国王レオポルド2世も出資しており、この信用がその後の各国政府や鉄道会社との交渉に役立った。新会社設立時点での所有車両は53両で、ベルギー、ドイツ、オーストリア、フランス、ルクセンブルク、イギリス、ルーマニアの鉄道事業者、K19 社と契約を結び、16の経路で列車を運行していた。 ワゴンギ社とプルマン社はその後も激しい競争を繰り広げたが、オリエント急行の成功により、ワゴンギ社の優位が決定的となった。1886年にプルマン社は車両と列車の運行権をワゴンギ社に売却し、ワゴンギ社はヨーロッパの寝台列車事業をほぼ独占することに成功した。1880年頃からワゴンギ社は従来のものより、 豪華な寝台列車の運行を計画した。1881年には最初の食堂車を製作し、1882年10月にはパリウィーン間で豪華列車の試験運行を行った。そして1883年10月4日、ワゴン列車はパリからコンスタンティノープル、ゲインイスタンブールへ向かうオリエント急行の営業を開始した。これは西ヨーロッパと東。 ヨーロッパ、アジアを直結する初の列車であり、また豪華な寝台車と沿線の食材を利用した食堂車で好評を博した。オリエント急行の成功により、ワゴンギー車の急行列車もはさらに拡大された。1884年には社名を国際寝台車、ヨーロッパ大急行会社と解消した。路線網は、ヨーロッパ全域からトルコ、北アフリカに及び、 また、シベリア鉄道を経て、ウラジオストクにも達していた。鉄道連絡線を介して、日本へ乗り入れる構想もあったが、これは結局実現しなかった。1914年に第一次世界大戦が勃発すると、国際列車の運行は不可能となり、また、本社のあるベルギーがドイツの占領下に置かれたこともあって、ワゴンギ車の活動はほぼ停止した。ワゴンギ車の車両は、 国内路線のほか、各国の軍に徴用されて使われた。大戦中ドイツは、フランスを中心としていた、ワゴン列車の路線網にとって変わるべく、ベルリン・イスタンブール間に、バルカン列車を走らせ、また中央ヨーロッパ信頼食堂車株式会社、ミトパイコール、ミトローパを設立した。戦後ミトローパ社自体は残ったものの、ドイツを中心とした、路線網は解体された。 対戦中に徴用された車両のうち、最も有名なものが食堂車 2419D、別名、急戦の客車である。この車両は、フランス西部の路線で使われていたが、フランス陸軍に徴用され、1918年10月からは、フェルギナン・フォッシュ西部連合軍総司令官の司令部として用いられた。1918年11月11日、 オワーズ県のコンピエーニュの森に停車した 2419D の車内で連合国とドイツの休戦協定が調印された。戦後、客車は博物館で保存されていたが、第二次世界大戦でドイツがフランスに侵攻すると、アドルフ・ヒトラーの命令により 2419D は博物館から引き出され、コンピエーニュの森の1918年と全く同じ場所に置かれ、 1940年6月22日に、社内でドイツとフランスの休戦協定が調印された。その後車両はドイツへ送られ、第二次大戦末期に破壊された。第一次世界大戦が終わると、ワゴンギャは直ちに列車の運行を再開した。1920年代には、アールデコ城の内装に、青地に、近代の車両が多数製作された。また1928年には、 トーマス・クックッ社を買収した。1931年には車両数は2268両に達した。この時期にはヨーロッパ全域のほか、北、アフリカ、ベルギー領、コンゴ、アンゴラ、トルコ、シリア、パレスチナで列車を運行していた。客層も大衆化し、アガサクリスティのオリエント急行の殺人のように列車が文学や映画のテーマとなった。 しかし、第二次世界大戦が勃発すると、国際列車は再び運休に追い込まれた。第二次世界大戦の終戦後も、冷戦によるヨーロッパ分断で、東西ヨーロッパを結ぶ国際列車の運行は困難な状態にあった。また航空機や自動車の普及により、長距離列車の需要自体が低下した。こうした中、ワゴン離車は事業の中心を次第に、 ホテルや観光業、他の鉄道会社での社内サービスに移し、1967年には、社名も国際信頼者、ツーリズム会社、と改めた。1971年には、歴史的なものを除き保有する車両を他の鉄道会社などに売却し、鉄道事業から撤退した。1981年に TGV の営業が始まると、 ワゴンリー社はその社内サービスを受け負った。後には、アブ、ユーロスターといった列車でも、社内サービスを行うようになった。1991年には、フランスのアコーグループに買収され、その子会社になった。アコーグループが、カールソンカンパニーズと共同出資して設立した、旅行会社のカールソンワゴンリートラベルは、2006年にアコーグループが、同社の株式を売却して、 以降も、社名にワゴンリの名を止めている。2001年には、鉄道の保守事業からも撤退し、社内サービスを主事業とするようになった。2003年には1920年代に製造された、豪華車両7両を修復し、プルマンオリエント急行の名で、貸し切り列車として運行している。1883年に運行を開始した、西ヨーロッパと東、 ヨーロッパを結ぶ列車である。西ヨーロッパ側では、パリの他カレー、オーステインで、ベルリンなどを起点とするものもあった。中間では、ストラスブール、ミュンヘン、ウィーンを経由する従来の経路に加え、ローザンヌからシンプロントンネルを通って、ミラノ、ベネツィアを経由するルート、シンプロンオーリエント級や、バーゼルからアールベルクトンネルを通って、インスブルック、ウィーンに至る経路、 アールベルクオリエント休行などがあった。また東部では、イスタンブールのホカーテネやブカレストを終点とする、系統があった。北休行は、パリやオーステンデとサンクトペテルブルクを、リエージュ、ケルン、ベルリン、ケーニフィスベルク、ゲンカリーニングラードを経由で結んでいた列車である。また南休行は、パリからボルドを経由してマドリッド及びリスボンに至る、列車である。これらは、もともとは、 南北急行という一本の列車として計画されて、イタモで、リスボンで、アメリカ大陸への船と連絡することで、東ヨーロッパからアメリカへの行程を、従来のルアーブル経由と比べ30時間短縮することを目論んでいた。ロシア帝国との交渉の遅れから、パリを境に2つの独立した列車として運行されることになり、南急行は1887年。 北急行は1896年に運行を開始した。なお、ロシアとスペイン、ポルトガルの鉄道は後期を採用しているため、国境駅で標準規客車との乗り換えが必要であった。ロシア革命後は北急行の終点はリガなどに変更された。南フランスのリビエラ、コートダジュールは19世紀末からリゾート地として開発された。ワゴンギー車は ニースとモンテカルロでホテルリビエラパレスを営業しヨーロッパ各地からこの地域への列車を走らせた。主な列車は以下の通り。シベリア鉄道では全線開通前からワゴン汽車の列車が運行されていた。1898年8月にはモスクワからトムスクまで往復するツアーが行われ、その成功を受けて1899年からモスクワイルクーツ間で シベリア急行が運行されるようになった。パリ発の北急行から分離して、ワルシャワ経由で、モスクワに至る列車も運行され、これらを乗り継ぐことで、パリから中国、新国や日本、ウラジオストックからは連絡船によるに至る切符が発売された。1908年の広告では、パリから日本、鶴ヶまで所要17日、料金は1262フラン65。 三チームであった。ロシア革命後は運休していたが、1928年にソビエト連邦との合意に基づき運行を再開した。ナイトフェリーは1936年に運行を開始したパリ・ロンドン間の列車である。途中のダンケルク・ドーバー間は、鉄道連絡船による車両構想が行われており、乗客は眠ったままドーバー海峡を渡ることができた。 構想のためナイトフェリーには通常より小型の客車 F 型が用いられていた。英仏海峡トンネルの開通以前にパリ・ロンドン間を乗り換えなしで結んでいた列車はナイトフェリーのみである。中高列車の黄金の矢はカレート・ドーバーで乗り換えが必要であった。1892年には子会社として大ホテル会社を設立し、 主要都市の駅前や行楽地でホテルを営業した。ボルドーとマルセイユで、ホテルターミナス、ホテルターミナスを、北京で、グランドホテル、グランドホテルではゲンスリッツを、イスタンブールで、ペラパレス、ホテルペラパレスを、オステンドで、ホテルドラプラージェ、ホテルダエレプラージュを経営していた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。